マツダスタジアムにお越しの皆さん、エクサイル哲也です。僕たちエクサイルはダンスで日本を元気にというテーマで、ずっと活動させていただいております。コロナ禍で様々な行事が中止になりました。子どもたちの我慢の日々が未だに続いております。大好きなダンスを一生懸命練習しているのに、なかなかこう今日の場がなかったり、それでもですね、ダンスが好きで頑張る子どもたちに最高の舞台を用意したいということで、このプロジェクトが立ち上がりました。そして僕たちの呼びかけにですね、本当にたくさんの、子どもたちが集まってくれました。今日、子どもたちが踊る楽曲はですね、ダンスパーティーという曲なんですけども、夢に向かって頑張っている人の背中を少しでも押したいという思いをですね、ダンスや、歌詞、曲に、たくさん込められている曲になっています。このですね、大舞台で、ダンスする子どもたちをどうぞ温かい目で見守っていただけたら嬉しいなと思っております。それでは頑張ってください。 EXILE 哲也でした。